ことは、グイージを出して、グイージアッコに乗っとかんといかんってことやねん。違う？違うと思います。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、地下2階担ぎ、10階かと思いよった。よし、向かうか。あ、でもあれやね、9階で、黄金の骨？あれを、一回も使わずに済んだから。なんか9回めっちゃあっさり終わったね。なんか今までで一番あっさり終わったぐらいの。はい、地下2階、メンテナンスフロア。あとちょっとでボタン埋まるやん。あと？あれ、一番上の真ん中もそうなんか、ボタンが入るとこ？ってことは、あと、6個か、ボタン。次は10階になるんかな？お、メンテナンスフロアやけん。スパナやスパナ。なんか扉が、今までと違う感じや。開く方向も横じゃなくて縦やし。古代遺跡みたいやね。いやでも音楽的には古代遺跡やけど。なんだなんだ、アヒルが落ちとるやないか。こっちの方とかは別に何もないな。何もなさげ。とりあえず、あ、鍵が必要なところが、あ、待って、あそこになんか排水溝？排水管がある。あ。整備士のおじさんですか？なになになに？汽車なーい。汽車なーい。なに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 ？え？めっちゃ水出てくるんやないそれ。あグイージじゃなくてよく、お！え、あっこに鍵ある。あっこに鍵ある。え、なんかどっか行ったし、あいつ。ちょっと待って、グイージで。よいしょあれ？こっち側に出てきたけど。え、こっち側、え、でもあっこにもなんか排水管の出口というか入り口というかあるんよね。あれ、あれは、でもここから行けんし、何、どうしたらいいんやろ。あ、止めればいいんかな。これを止めて、あ、止まった止まった。止まった止まった。で？で、なんか他のところにあったよね。あ、多分これや。多分ここに、排水管の入り口が、はい。オッケー、これで多分いけるはず。え、そこ？そこ？え、なんか全然思っとったとこと違うとこから出てきたんやけど。てかこれ棚にもさ、お金あるよね。あれ？お金じゃなかった？え、ちょっと待って。じゃあどこなの？え、じゃあどこなの？これ、あれか？なんか、開けれるところやないのか。ほらほら。よいしょ。痛い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 。なんだお前ら。なんかコウモリにめっちゃ攻撃される。ちょっと助けてー。はい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 。はい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 。で、なにこの先行けるの？え、行けないの？コウモリが出てきただけ？え？行けんやんなんも。どういうこと？ん？なんだなんだなんだ？他に。え、他に行けそう。え、なんかこの下に繋がっとる？あ、これ、なに？布？布っぽいなんか。よいしょ。あ、あった。あったよ。はい、ここから行けるね。めっちゃ壁かと思った。イエーイ、鍵ゲットー。よし。オッケー、オッケー。なにこれ、ここ通れる。あ、これ。あ、ここの宝石はスパナ型。なるほどね。
へえ。あれ、どこだ？これか。はい。オッケー。行こう行こう。で、この鍵でそこが開くってことか。はい、オッケー。進んでこう。え、これ確実に幽霊ですよね。待って。はい。はい。じゃあ、なんかめっちゃおる。めっちゃおる、なんか。ちっこいのめっちゃおった。あとこいつだけ？あっちが、あっちにもおる。ちょ、叩きつけて。一斉に。はい、オッケー。ここはなんか、あ、ここも。この回はグーイージ大活躍って感じかな。あ、なんか下行った。でもめっちゃ水出よりやん。あ、これを、ルイージが上で止めてあげるみたいな感じかな。これ回すってことやろ。回したら、あそこが止まる。え、こっちはじゃあ。あれ、でもここまでしか止まってないよ。今どこを回したんやろ。これか？ん？違う。こっち？あら？あら？吹いたらどうなる？あ、なるほど。なんかいろいろと。こっちは？なんか吹き飛ばした。あ、あと一個。じゃ、こっちも吹いたら、あ、止まった。よし、これでいける。あ、これなんかスイッチ。これでモニターがつくな、なんか。あ、扉開いた。扉が開いたよ。ありがとう、グイジー。なんでその一瞬だけ目が覚めたんだい、君は。よし。なんかここ、あれやね、グイジーがいっぱい活躍するやろうなっていう感じやのに、水がめちゃくちゃ多いね。なにこれ。なんなんやろ。なんだかよくわからないけれど。あ、なんか回転しだした。へぇ。へぇ。え、でもいけんやん。どういうこと？あ、なるほど。あ、ここからしか行けんってことか。そういうことか。ってことは、これもう一回転させて、あっこから、ん？ってことは、グーイージを出して、グーイージあっこに乗っとかんといかんってことやね。違う？違うと思います。めっちゃ邪魔やん、ちょっと。超邪魔やん。で、ここに乗っておいて、あ、あれなんか開けれそうかな。違うかな。これなんか箱開けれそうじゃない？違うのか。違うっぽい。違うっぽい。よいしょ。で、ここにグイージ乗っといて、どこに行けるようにしたらいいんやろ。それがいまいちわからんけど、あ、このはしご登ってったらいいんかな。よいしょ、よいしょ。上がれんやん。あ、エリア移動はルイージじゃないとできんってことか。ということは、普通にルイージで行かんといかんのか。よいしょ。うん、ルイージはちゃんと動けるね。ん？なんか鍵、今鍵閉まっとる状態？あ、さっきの。何？今度は何するの？めっちゃ錆びついてない？そのボタン。ボタン？スイッチ？何されてるの今。あ、水が溜まってきた。あ、水位が上がってきたよ。何してるの？あ！グイージじ
じゃないけんとりあえず大丈夫やろうけども、あ、おばけん、そういえばいたね君捕まれるんや捕まれるんや、あ、そっちに、ありがとう、ハッピー、やっちゃう、じゃあ次はもう自動的にこっちに進むしかないということか。ルイージ君、えらい目にあったの。ちなみにオバキューマは防水加工じゃから壊れはせんぞ。なるほど、オッケー。やつがあのスイッチで排水を制御したせいで道が遮られてしまったわい。じゃがこのまま水路を辿っていけばスイッチの場所にたどり着けるんじゃないかの。ルイージ君、排水を元に戻してやってやつを追いかけるとするぞい。めっちゃ遠くない？超遠回りになるんやろうねこれ。最高。なんか部屋に来た。なんかできるんかな。ん？あ、これがさっきあいつがおった部屋や。ここにグーイージを出現させることはできない。とりあえず様子が見えるだけ。なんかかわいい。いろいろボート置いとるよ。なんかいろいろとスイッチ押しまくりよるけど大丈夫な。やれそうなことを一通りやったところで。はい、じゃあこの先進んでいこう。なんかあれなんよね、生活感あふれるものがいっぱいあるよね、結構。誰なのあれは。この世界のアイドルか何かなの。この世界っていうか、まあお化けの世界のアイドルか何かなんかな。カレンダーに書かれとる子は。なんこれ、アヒルボートかわいい。乗れる。え、これでどうやって動くんやろ。ほう、おー、なんかスイカ吸い込んだ。あ、本物のスイカなんそれ。ちょ待って、ここえ、どうしよう。ちょ待って待って、違う違う違う、こっち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 、ちょっとここに降りたい。よし、でここからグーイージを、よいしょ。でもまたあれ、水がこっちか。なんか水を止めれそうな場所がないんよね別に。どこ行った、あ、でこれ引っ張るんかな。ん、よいしょ、あ、開けれたけど、あ、やっぱそうしとかんといかん感じか。ってことはこの状態で、あぶ、どういう状態、この状態で、じゃあこっち、いやー豚ちゃん、あれこっちに進んでいかんといかんのやない。あー、オッケーオッケー。でなんかそこ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 、ちょちょちょ、違う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 、そうじゃなくって、これ多分引っ張らんといかんのじゃないかな。よいしょ、あ、でここ通ったらあっち出てくるってこと？グイージ。全然違うやん。びっくりするぐらい違うんやけど。え、どこ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 ？これ下になるのかな？あ、こっち、違う。え？え？とりあえず一旦消えて、一旦消えてこっち側に、塞がった。ちょ、待って。流れる。ちょ、待って。とりあえずここ移って、で、グイージここに出す。はい、出てきた。あ、間違えた。え、グイージ何？ボートにも乗れないの？そういうこと？ここに出現させて、で、ルイージが、違う。ルイージが、ここを、こう開けておいて、その間にグイージがここで、あ、これそこから出てくるね、真ん中のとこ。でもここでは何もできなさす。あ、こっから入れるんか。え、お金？めっちゃ大量なんやけど。めっちゃ大量のゴミとお金と一緒に出てきた。何か意味はあったんかな、ここ。よくわからんけど。とりあえず戻る。戻ろ。で、戻ってきて、こっちは？
あ、上に出てくる。ん、これは中身は何ですか？開けれないの、もしや。え？いや、でも開けれんとかそんなことないよね。え？だってここ多分グイージでしか来れんところやろ、普通に。あ、大量のお金がまたしてもお金ばっかりお金ばっかりあって、あとはルイージが、じゃあこっちか。その辺なんかピラニアみたいなの飛び寄る元気をつけんといかんよね。で、ルイージがここを回して水を止める。んで回しっぱなしじゃないといかんのか。ちょっと待って。はい、ここを回しっぱなしの、回しっぱなしにできたの、それなんかわからんけど、とりあえず、はい。で、また違う、あ、ってかグイチこっから行けるんや。うん、横のエリア。え、待って、吸い込めてない。どういう状態、こうか。ただ玉を吸い込んで引っ張るだけのことができなく焦るアユが。あ、これでオッケー。ふう、いけた。いけた。何あれ、トゲトゲや。トゲトゲってことは、あ、ここは。よいしょ。これどっから出てくるんやろ。あ、こっち側？来た。で、ここはどこにつながるの？あ、向こう側か。あ、違う。どこ行った？そんなところから。ね、下はなんか、ルイージはすごい流れていきよるけど。あ、これでここが開くはず。え？何？ルイージどこに出てきたの？これ。さっきのところか。え、なんかルイージさ、勝手にめっちゃ流れていくんやけど、これはなんか制限時間的な感じに考えた方がいいの？ちょ、待って。じゃあ、さっと行かんといかんのや。ちょ、待って。はい、こっちから出てくる。で、ちょい待って。ルイージ大丈夫か？ルイージ大丈夫か。ちょ、待って。多分ルイージがあっこにぶつかるまでに、はい、間に合った？よいしょ。おー、なんかまたさらに流れが速くなったような。いけた。ふー、オッケー。何が起きてるの？あ、違う、そっちじゃなくって、とりあえずあの、こっち。なんか吸い込んだ。そこの足場。よいしょ。はい。で、ここでグイージ出す。よいしょ。え、いけんくね？お、なんかこの中、入れたけど別に意味はないのか。これで進んでいけばいいんかな。ん？どっちだ？こっちか。動かし方が難しい。あ、これで、よいしょ。違う。今ひとつボートを思うように動かせないアユナであった。はい、この状態でグイージと入れ替わって、はい。で、こっから出て、これは先にこっち移動しとかんといかんやつやない？じゃないと多分場面切り替えできんやろ。いいし。これで行ったりゆったりゆったり進んで、あー、ちょ、跳ね返され。この辺でよいしょーと言って、よいしょ。はい、ここ開ける。
なんかサメみたいなの来たよ。めっちゃ危険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 、穴開けられるって危ないって。え、ちょっと待って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 、うわ超ダメージ。え、ちょ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 、え、おらんくなった。あ、ここさっき制御室とかいうところやないね、あのガラス越しに見よったところや。あれ、さっきのサメ2匹おらんくなってん。てか、ちょ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 、そこに上がりたい。はい、オッケー。ふぅ。んで、ここに来たはいいんだけれど、とりあえず次、ん？ここはめちゃくちゃ水が、めちゃくちゃ水があるから、とりあえずグイジ消しとく。なに、なんか出てくる？サメじゃない、さっきの。うおー、なんか来た。全然サメじゃないけど。なんかお化け来た。こいつと戦う感じか。どこや。え、なんか、2匹おるー。ちょ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 、やめてよー。は、くそ。2匹どころじゃなかったー。もっとおったー。はい。おい、こら、こっち、ちょ、君らちっこい方を先にやっつけた方がいいか。よいしょ。はい。あとでかいやつだけ？出てこいよ。え、どこですか？あ、とりあえずなんか、水辺を見てい、え、なに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 、その辺か？全然見えないぞ。そっちか！ピカッ、あれ？いないじゃねえか。いないじゃねえか。どこだ？よし！ちょっと、逃げ足早すぎじゃね？あー、あとちょっと。多分もうあと、はい、吸い込みよったらいける。抵抗すんな。はい、オッケー。このすべてのお化けを倒してさ、一瞬明るくなるときめっちゃ好きなんやけど。で、こっからグイージの出番なわけやね。ん？あれ？ここまで来たけど、なんだ、どうすればいいんだ？あれ？どこも行けなくない？ここに来たから何なんだ？これ回したらどうなるんかな？ん？これ回すんじゃなくて吹く方か。何がどうなったんやろ？で、これも？ほ？ほ？なんだかよくわからねえ。他になんかグイージが行けそうな場所とかある？あ、てか、あれか。これで、まだこっちにもう一個あるんやね。この位置からできる？動かねえ。く。ちょ、待って。じゃ、一旦降りてきて。いや、別に降りてこんでもいいか。え、ちょっと待って。というか、これはこっちの方向で合ってるんだろうか。わからん。でも最初こういう方向やったよね。え、違う？ハンドルを回してみたものの、その後何をしていいかわからず右往左往するしかないアユナであった。でもグーイージにやってもらうって言ってもね、グーイージそっから出てこれんのよね。なんか出てくる場所変わった？え、なんか出てくる場所変わったよね。え、どういうこと？これ回すのを動かしたことによって変わったってこと？え、やとしたらあれやない、なんか
そういうこと？それでなんか調節していけるんじゃない？また早く動けよう。これでグイージー。これでどこに行く？あ、こっちから出てきた。で、これを回すと、あ、なんか落ちた。落ちた。あれ、ちょい待って。こっちに出てきて。これでどこに行けるようになった？そうではなくて、あ、間違えた。動かす方を間違えた。そうじゃなくて、あれ？これで、あの一番上に出てきたらいいよね。これを動かしたら、どうよ。これ上行くんやない？上行ったけど、そうではなく、これを、こっちに倒して、あれ？ちょ、待って。これもこっちに倒して、これでいいんかな？ちょ、待って。はい、入って。これで多分、はい、行って行って、あ、来た。やったー！着いた。で、このレバーを引けってことか。どう引くんだ。あ、あれか、平らやし。これか。よいしょ。引けた。これでどうなるん？水が引くってことか。おー。こんだけ大量の水が一気に引いてったらなんか大変なことになりそうやけど。あー、水がなくなった。これでグイージも一安心やね。Good job! Good job! やったね。よし、これで元通りになったぞい。さあ、来た道を戻って、整備士のお化けを追いかけるぞい。こっからまた来た道戻るんすか？めっちゃ憂鬱やん。超憂鬱やん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、でもあれか。来た道、水がなくなったけん、もうボート使う必要ないんか。じゃあスススって帰れるんかな。